はい、今日もあなたと百姓天国、本日は3月4月曜日ですね。はい、ということで寒いね。私のいるところはね、ちょっと山が近い、割と近いのでね、天候が変わりやすいんですよね。急にね、山の方が陰ってきたら、急にね、雨とか雪が降ってきたりして。さあ、3月4日月曜日ね。ちょっと今日はね、臨時で、人参を取っとかないといけないんで、人差し指がね、やっぱり良くないんで、明日また医者に行って、多分明日手術するのかどうか、それが決まるかなって感じなんですけどもね。嫌ですよね。非常に憂鬱です。鼻水が詰まって話しづらいんですけど、さあもうね、3月入りましたんでね、一気に野菜、花が咲いてきまして、人参もね、まだこんなにあるんですけど、もうほとんど全部廃棄ですね。そのこういう話をするとね、毎回皆さんもったいないとかそういうことを言うんですけどまあ何て言うんですかね、それは全部ね、お金に変わったら売れたらいいと思うんですけど、消費者ってやっぱりそれをもったいないというか、農業の場合はもうそういう次元はとっくに超えてるんですけどね。もったいないとかもったいなくないとかっていう以前の問題なんですけどね、農家の心境から言わせるとね。その辺はなかなか分かってもらえないですけどね。で、余ったものだからといってそれで安く買おうとするでしょ。もったいないっていうのはね、専業農家は基本的にはそういう感覚はないんですよ、ね、食べていけるかどうかっていうね、労力と経費と、そういった量、なんていうの、普通のだから会社と同じですよね。これだけの時間と経費をかけてどれだけの売り上げがあって、それでどれだけこうやっていけるかどうかっていうことなんですよね。だからやっていければそれでいいわけですけど、だからやっぱりね、農業という仕事を、やっぱり仕事というか産業として見られてないっていうのはね、僕らにとっては結構ね、きついことなんですよね。よく僕の成功した、大成功した有機農家って結構いるんですけど、
それがね、こう見学者とか、例えば大学生とかが見学に来たりするじゃないですか。そうすると大学生と話してるとね、例えば農業大学とかそういうところと話してると、日本の農業は大事だとね、保護しなくてはいけないんだみたいなことを言われるとね、正直ね、新規就農してね、ガンガン成功している雪農家っていうのはいっぱいいるんですけど、いやいや、大学生ごときにね大学生のね、若いやつらごときに言われるような軟弱な産業じゃないよってね、少なくとも自分はってやっぱり思っているわけですよね。農業というのはどうしても保護されなくてはいけない仕事なのかとね、俺たちは誰にも頼らずにやってきたんだぞっていうね、まあ僕もそういうところありますけど、どうしてもそういう弱者としてね、語られなくてはいけない、そういう立場なのかっていうのは、正直ね、私たちのプライドを傷つけるんですよ。で、そういうようなことをね、ほとんど日本の消費者というのは何も知らずにね、で実際にこう商取引をするとね、クレームがいっぱい来たりとかね、なんか言ってることが全然違うじゃんっていうのはね、あるわけですよね。その辺は多分わからないと思うんですよね。よいしょ。まあいいんですけど、なかなかね、そういうギャップというかね、伝わらないんだろうなっていうのはね、あるんですよね。腰が痛い。よいしょ。人差し指が使えないんでね。ちょっと仕事しにくいんですけど日本の農業の現状ね、農家の立場とかあり方とかいうことってほとんどね、消費者側にはその姿っていうのは伝わってないのでね、いろんなそのねじれ現象というかね、ズレがあるんですよ。これはなかなかね、こうなんか一筋縄でいかないんですよね。僕が実際にね、日本の田舎で見てきたものっていうのはね、
いろんな面側面があってね、それをこう伝えてもなかなか伝わらないですよね。例えば日本の田舎ってね、その農家さんってもちろん農業ではもう飯は食べてないんですよね。だから別にそれで苦しんでるかっていうとそうではないんですよね。ほとんどが兼業農家で、売上的にもね500万にも満たないのが8割ぐらいなんですよね。だから他で皆さんご飯を食べてるわけですよね。でそういう農家からすると別に何も困ってないわけですよ。で兼業農家もね補助金の対象になるわけで、そういう政策を日本の農業はしてきてるので、だから誰も何も困ってないんですよね。ただ農業はもうダメだと思ってるので継がせないしね。でそこのところのこうやって私たちみたいにね、よさからやってきた新規就農者が頑張るわけですけど、そこにはね専業農家としてこう頑張ってもなかなか報われないものがあるわけですよね、とかね。でいつも言うんですけど、農業のねそういう補助金や助成金とかっていうものはなかなか私たちのところには回ってこないので、でそういう構造があるとかね、まあいろいろあるわけです。でそういうのもいちいちねこうその雰囲気を説明したりね、感覚っていうのはなかなか伝わらないんですよね。なのでだいたいこうね日本の田舎で起きてることっていうのはすごく摩訶不思議に見えるわけですよね。最近だからね、あの高知県のあのカフェの事件とかいろいろあったんですけどね、田舎で農業やってれば驚くことなんか何もなくて日常茶飯事なわけですよね。そういうことっていうのはどこの地方にもあってね、普通のことなんでね、そういう田舎のトラブルというかね、何ら珍しいことでも何でもないんですけど、人参まだまだねいっぱい余ってますので、っていうかもう余ってるレベルではないです。これ全部ほとんど廃棄ですね。60メートル3本ぐらい、ちょっとね作りすぎちゃいましたね。で売るところはないんですよね。なんでまあよかったら最後注文していただけると助かるんですけど、気持ちね多めに作るんですよね。60メートル1本作ろうか2本作ろうか僕にとって変わらないんで、来年はもうちょっと減らしますかね。直売出しとかをね私もうやめたんでね、はい以上です。ゆっくりせね、皆さんこれだから10キロ20キロじゃなくて1トンとかっていう単位で廃棄になるわけですね。なんていうんですかね、だからもったいないですか皆さん。これねもちろんこれが全部お金に変わればね10万20万じゃ効かないわけですけど、別になくてもうちはね別に困ってはないですけど、一番助かるのはね、あの収穫しに来て勝手に持ってってくれると一番助かるんですけどね。もうそういうレベルではありません。それは我が農園にとってはね普通のことなのでね、あえて言わないんですけどね、こうやって1ベッド2ベッド3ベッド、多分3ベッド廃棄ですね全てね、トラクターで突っ込むだけですけど
にねどうということはないんですが、でもやっぱりこういうのをそのままこうやって話すとね、消費者の人は驚かれるというかね、びっくりしたりして、ただやっぱりちょっと論点はずれてるんですよね。まあ難しいところですね。そうですね。まあそういうのはもうでもね、話をしたりするとすごい疲れるんですよ疲れますね。私はだいぶやっぱり30年やってきてね、だいぶ疲れとるんですよね、30年農業やるとやっぱ疲れるね。はい、新規収納でね、だからやっぱり遠くに行きたいと思うんですよね。まあでもね、この地が与えられたのでここで頑張るんですけど、ズッキーニの1番手がね植え終わって、2番手3番手どんどん植えていきますね。はい、いや寒いわ今日は。はいはい、以上ですね。人参の収穫をしている百姓農園の動画でございました。はいはい、それではよかったら注文くださいね。はい、それではまた。